こんにちは。ちょっと待ってください。ありました。こんにちは。ちょっと髪の毛の溶かします。マシンガンさん欲しい、ありがとうございます。こんにちは。テロップに書きます。ビーツイベント参加中、最終日、最終日、なあラブさん、クマありがとうございます。こんにちは。待って、今日は19時59分まで。コメントが長すぎます。だってテロップ書けないみたい。これマジか。もう最終日なんだね。早かった。夢もめちゃめちゃ早かった。こんにちは。なのでちょっと暑いです。そうバタバタ してたのでとても暑くて、でも最終日ということで気合い入れて頑張ります。夢見らしく頑張ります。ドクタータケさん、こんばんは、ありがとうございます。デンデンさん、ジュン、ありがとうございます。ふくちゃんさん、バラ、ありがとうございます。だからちょっと暑い今、とてもとてつもなく。はじめまして、ありがとうございます。暑い。髪型がなので定まってない。もう帽子かぶってたりしてたので髪型が定まってない。はじめまして、ありがとうございます。こんにちは。はい、今の質問とお部屋、あ、このコーディネート紹介ということで、今はお部屋 31.2 度です。素晴らしく、あ、とても暑いです。暑いです。とても助けてなのでちょっとさすがに暑すぎるのでエアコンつけました。暑、本当なの。私の時計の温度計には、あ、まあ、31.1 度になりました。今ストレンジャーさん、かっこいい、ありがとうございます。いい、もう暑すぎてびっくり。まーゆさん、10、ありがとうございます。
日当たりめっちゃいいですよ、私のお家。めちゃめちゃ雪すぎて暑いです。こんにちは。だからさすがにエアコンつけました。てか外がさ、今日雨降ってたのにさ急に暑くなって、暑くなって驚きました。マクフライさん10ありがとうございます。こんにちは。とてもとても暑いですけど頑張ります。でも最近ね暑くて、今日も暑くてびっくりしました。あったかい11月なのに。そう蒸し暑でした。あっちいってなりました。そんなところで今日もこの7日、1週間ずっとお洋服の紹介をしていたので今日もしていきたいと思います。頑張ってください。頑張ります。なあダウさん、こまありがとうございます。今日はこれもお気に入りの服、なんか今日はモデルさんみたいな服を格好してみたかったのでちょっと大人め綺麗めなお姉さん系の服を着ました。しかも最終日なのでね、より気合を入れたお気に入りの服を着ました。これちょっと透けてて、ここがヒラヒラしてて、なんかよく見るとラメみたいなキラキラがめっちゃちっちゃくあって、でちょっと今日暑かったんですけどそれにちょうどいい感じです。ふくちゃんさん似合う、ありがとうございます。似合う、嬉しい嬉しい。こんにちは。で今日はなんとスカートも紹介したいと思います。一回立ってみます。はい、じゃーん。あんまり見えてないんですけど新しいスカート履いてます。これはですねまだ新しく買ったので初めてお見せするんですけど、レースになってます。レースになってる。あー、ありがとう。ふくちゃんさんかわいい、ありがとうございます。黒いスカートかわいい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。なのでこれに、これマシンガーさんいいね、ありがとうございます。このスカートにこれっていう、そうなんか今日最終日なんでね、モデルさんみたいなお洋服なのではと思って。あ、なあラブさんかわいい、ありがとうございます。まゆさんもかわいい、ありがとうございます。こんにちは。ダンビさん10ありがとうございます。だからこの洋服とっても大人っぽくて可愛いのでいつか見せたいですね皆さんに。こんにちは。
そういう感じの大人目きれいめなフリルが満載なお洋服でした。でこの服握手会とかオンラインとかでも着たいぐらい超お気に入りです。この上のトップスも下もめっちゃお気に入りです。お母さんかわいい、ありがとうございます。こんにちは、今日もかわいい、ありがとうございます。こんにちはというシンプルだけどこういう黄色っぽい色あんまり着たことないので超好きです。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。そう、もう最終日だから何をしようといろいろ考えたりもしたんですけど、まあ最初はやっぱり1週間を振り返りつつ感謝をたくさんさせていただきたいと思います。こんにちは、ケンタマさん、マラッ、ありがとうございます。こんにちは。そう、まだ5時13分だからね、まだ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 時間はあります。なおともさん、かわいい、ありがとうございます。そう、だからいっぱい1週間を振り返ると長いけど短かったなって。お疲れ様です。いえいえ、皆さんもありがとうございます。なんか初めて毎日配信してみての感想なんですけど、朝とかなんかちょっといっぱい朝なのにもかかわらずいろんな方が来てくださったのが嬉しかったです。私はその服黄色なの、白色見える、ちょっと黄色っぽいです。いや、これから毎日配信はいっぱいはできないんですけど、できる日はやろうと思います。でも明日劇場公演なんですよ、18期久しぶりの、なのでそれは楽しみです。明日の楽しみは、こんにちは、早寝早起きになりました。本当ですか、私いつも早寝じゃないんですけど、でも早起きにはなったと思います。こんにちは。そう、劇場公演なんです。当てたかったな、うん、次当たれますように。こんにちは。そう、明日劇場公演18期1ヶ月ぶりとかな、18期では1ヶ月ぶりとかなので楽しみです。かっこあるの、毎日ありがとう。いやいやです、もうこちらこそです。皆さんがのおかげで頑張れましたので、そう、もう
ショールームこんなにでいっぱい喋れる人じゃなかったんですけど、前よりは喋れるようになったかな。こんにちは。ひなちゃんとの前座オンデマで見たよ。可愛かった。ありがとうございます。そういう意味前座めっちゃひなのと一緒になるので、わかる、わかります。 ありがとうございます。こちらそんな感じでいつもオープニングトークしてるんですけど、オープニングトークはなんだろうね、なんかいっぱい話しすぎちゃってるから、いつも本当に普通の日常すぎて楽しいこといっぱいあるんですけど、普通の日常すぎてでのでそんないっぱい話はないんですけど、こんにちは。こんにちは。日常は楽しいです。そう、日常普通に過ごしすぎてて、もう特にめっちゃこれが楽しいとか今のところはないかな。このままフリートーク3時間ではないのか。3時間このままフリートークじゃないですよ。まあ最初なのでオープニングトーク言ってます。でも明日劇場公演あるので、私の得意な私のペンライトをつけてくださってる方を見つけるというのが得意なので、それを実行したいと思います。テーマがあるのでしょうか。テーマはまず振り返りながらイエーイって感じですね。こんにちは。イエーイって感じなんですけど、でも1週間いろいろあったよね。いろいろありすぎてて、うん、読むことがたくさんする機会よかったので良かったです。嬉しいです。私もねこの期間は自分のことを知ってもらおうの機会だったので、自分の自己紹介いっぱいやったり、そういうお話もいっぱいできたのは良い機会だと思います。え、そうなの。悩み、ペンライトの色味がおかしくなります。そう、白と水色って一番おかしくないと思うので、ちょっといっぱい消費しちゃうんですけど、電池をいっぱい持っとくのおすすめです。そう、白とかなんか黄色とかに変化しちゃいますよね。なのですぐ切れちゃったり変な色になっちゃうので、その時は言うときはそう、電池いっぱい持ってる本がいいかもです。え、そう、水色と青くべっても、まあ、水色と青実質同じ色ですからね。ちょっと薄めだったら水色かな。こんにちは。そう、前に電池配るって言う、そう、いずれ電池配るかもしれないです。握手会とかくま、まあまあはいつか。こんにちは。
これ皆さんお仕事終わりですかね。お疲れ様です。私も学校から帰宅して5分の状態で出た顔のうさこいめみです。なんかいい感じに、お仕事中ですか、お疲れ様ね。いい感じに次回配分できてるかと思いきや全然できてなくて、ちょっとギリギリにつくっていう。炭酸配りそう。ペンライトって単4ですか。そもそもの話なんですけど、単4かな。単4配りますね。じゃあこんにちは。そう、5分の家着いて5分でやの顔のさこです。なので今日もちょっとメイクしてなくて、してないさこでした。一番最終日なのに。悔しい。はじめまして、ありがとうございます。可愛いですか。ありがとうございます。という感じ。あ、お疲れ大好きさん、お疲れありがとうございます。いや皆さんもお疲れですよ本当に。そうメイクできなくて悔しいです。ちゃんとメイクして臨みたかったです。こんにちは、みのりちゃん、みのりちゃん、じゅ、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。うまい。何がうまいな。そんな感じかな。なおともさん、あめありがとうございます。以上、1週間振り返るといろいろあったなと思いますね。ちょうど1週間前は劇場公演やってて、次の日朝から配信して学校行事行って、で3連休して配信してで前座や、はい、朝配信して前座して配信して今日に至ります。楽しかったですけどね。長かったけど楽しかった。長いけど短いけど楽しかった。今日もお疲れ様です。いやいやいや、皆様お疲れ様です。身長は163センチです。手は大きいんですか？普通です。指が長いって言われるけど普通です。身長はなんかこの前学校で測りたいと思ったんですけど測れなくて、家でなんか普通のメジャーで測ってみたら163ぐらいあったので、もしかしたら163。いや、ちゃんとした身長か分かんなくて、誰か教えてくださ、測る企画があったらいいなと。なんか身体測定とかさあんまりなくて、学校。こんにちは。一人でメジャーで測りました。普通にこの壁に沿ってメジャーで測って自分でやりました。だから163はあるかな。
そう、身長測るのは年1ぐらいですよ。なのでもうないかも。おはよう、おはようございます。こんにちは、ゆめめ、ゆめみんです。今月はそうだからね、もっとありそうに見える。164、165、そうだといいな。165になりたいです、願望は。こんにちは。心痛追いつかれちゃう、追いつかれちゃうか、追いついちゃうぜ。こんにちは。うん、頭身よく見える、めっちゃよく見える、嬉しい。頭身よくないじゃん。お仕事終わった、お疲れ様です。18期で一番身長高い、一応高いんですよね、18期で一番。なのでこれを生かしてモデルになっちゃいます。なんてね、生かしたらいいですよね。そうそう、なんでも身長めっちゃ小さい時低くて、小学生の時とか前習いの時一番前だったんで、こうやって腰にこうやってやるポーズやってました。こんにちは。だから耳めっちゃ、ディズニーとか行ってもパレード好きだったんで、小さい時、小さい時身長小さくて見れなくて、で悔しいってなってたけど、今ではもう余裕で見れちゃうぐらい身長高くなってました。一番前の人でした。すごくステージ映えします、ありがとうございます。もっと食べないとね。でも意味あんまりそんなこと食べないから。ねえ、ありがとう、皆さんは褒めてくださって、すごいね。すごいね、ありがとうございます。いつ伸びたの、中学生、中高かな、いつの間にか身長高くなってました。うん、いいの DNA 最高、やったやった。バレーボール効果かな。いい、バレーボールね、飛んでないんだよね。飛ぶ方じゃなくてリベロの方で受け止める側、受け止める側だったので全然身長は伸びてないです。みのりちゃんちゃんハト、ありがとうございます。そう、リベロなんかあんまり関係なくて、こうやってじっとしてる係でした。そう、今日 AKB48 の最近聞いたよね、で運動会また出演させていただくので見てください。皆さんファンのことを受け止めて、もちろんですよ、ファンのこといつでも受け止めますよ、私が。皆さん見てください。運動さ、今結構できないイメージ多いかもしれないんですけど、めっちゃ一応できちゃって。クマ T さんかわいい、ありがとうございます。いつも録画してるからね、ありがとうございます。楽しみにしててください。意外にね、運動できなそうとかね、結構みんなに言われるんだけど、運動できないのはかすみんだからね、黒はかすみができないのです、運動は。
マーユさん欲しい、ありがとうございます。意外にいいかもしれない、よくはないけど普通ぐらい。意外に運動できる姿を見れるという番組見れるので、先週見て驚いたよ。驚きましたか。なんかカスミンなんか苦手、なんか体力審査みたいなの D 判定って言われて、 D 判定らしくて、いやめっちゃ A 判定だから全然できないじゃんって話しました。18期みんなで。ユミンはバレーよりバスケしてそうなイメージ。バスケドリブルしかできないです。シュートは100発3中ぐらい、 3回入るか入らないくらいの才能なのであんまりかなそう、だからあんまり得意だけど得意じゃないっていう微妙な感じ。お疲れ様です、ありがとうございます。そう、ドッジボール得意、多分得意、最近やってないのが分かんないんですけど。こんにちは、陸部。そう、本当にバレー部っぽい、室内大好き。ソフトボールとかやったことないね。ハルピョンさんとの絡みよかった、面白かった。ハルピョンさんさ、本当に名探偵で、名探偵コナンがだなと思って、とても助けられました。みのりちゃん、メラボールありがとうございます。初回のPR が面白すぎて、その印象が強すぎる。なんか選ばれた役がすごい多かったので PR ちょっと目立とうと思ったら、結構皆さんに言っていただきました。そうやって面白いと言ってくださいました、ありがとうございます。え、もうあと何時、何分、 あとまだ2時間ぐらいあるか。よかった、もうあと1時間かと思った。ありがとうございます。そっか、まだ2時間ぐらいあった。今9時までだと思ったけど9時59分だった。つかみ OK だね、ありがとう、嬉しい。初見です、ありがとうございます。待って、てっきりさ7時だと思ってたからさ、ちょっと早口で話そうと思ってたけど、まだ大丈夫だったみたいです。こんにちは、ゆみさ、なんかめっちゃ喋るイメージあるかもしれないんですけど、となんか本当に喋らなくて、だいたい一人、家とか何もしないと一人でいることが多いので本当に喋らないんですよ。だからこんな5時とか6時とかそれこそ10時とか喋ってるのがびっくりっていうくらいよく喋れてるなと思います、自分で。みのりちゃんさん、じゅありがとうございます。なおともさん、じゅありがとうございます。一人方多くないだね、あんまり多くないんです。だからこんなに喋ってることがさなかったから、この1週間は自分的にめっちゃ喋ったなと思って、そうめっちゃ一人で部屋にいること多い、一人が好きでまだナイトモードじゃないかな、まあ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 ゆさん、くま、ありがとうございます。まだまだ喋っちゃいますけどね私。だからさあんまり喋んないからさ、一人で喋るのもさあんまり喋ったことなかった人だから
とても貴重な1週間でした。私は可愛い、こんにちは。そうなんだよね、まだね5時36分だから、テレビに話しかけない。いや、テレビの中で一人こそたまに見ますけど、あんまり話しかけないですそれは良かった。公演とメールで気になったけど、配信でキャラが分かってきたら、多分ゆうみって何キャラですか何キャラですか、なんだろう、ゆうみって普通の人間かな、どちらかというと。分かんないんですけど、教えてください。かわいい、ありがとうございます。癒しキャラ、よかった、癒しキャラ。ふわふわ真面目、そんな真面目かな、ゆうみ。サフランさん、タコありがとうございます。タコこんにちは。知れば知るほど不思議な人です。確かに面白い人にですか。ありがとうございます。こんにちは。日本は今5時38分です。マフィンさん、尊い、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。でも耳不思議とかよく言われるようになりました、アイドルになってから。あ、でも友達にも言われてたけど、そこまでなんか、もう友達が私に慣れちゃって、そんなにあんまりびっくりされなくなりました。でも結構不思議らしいです。不思議な時あるかな不思議らしいです、皆さん。こんにちは。こんにちは、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。そう、私いっぱい話したいことあるけど、本当にマジ話、家見あるあるなんだけど、これ家見あるあるなんだけど、同じ話めっちゃ何回もしちゃってしまうの、何回もしちゃうのだから何回も同じ話したら本当に申し訳ないし、同じ話がするのがめっちゃ好きなので、皆さんごめんなさいということで。めっちゃ同じ話しちゃってさ、だからそう忘れ初めて聞くこともあるし確かに何回でも聞きます、ありがとうございます。自覚めっちゃありますね、友達にもね何回も同じ話しちゃってよく言われます。イエーイ、そういう人いるよね、そういう人でした私が。そうだから
あとなんか昨日写真お散歩してる時とか空の写真撮ったの載せてって言ってたんですけど、ちょっとバタバタ歩いてて止まる暇もなかったので写真撮れなかったんですけど、めっちゃ綺麗で、あの紫ラベンダーのグラデーションみたいな空でしたっていう報告です。最強さん10ありがとうございます。あ、なあラブさんミラーボール。散歩してないです、家の帰ってる時歩いてた。ミラーボールありがとうございます。散歩の時は割と早し、家帰ってた時はめっちゃ早歩きしてたんですけど、あとあの散歩するときはマジでゆっくり歩きます。音楽に浸ってるので音楽のリズムに合わせてリズムに乗りながら歩きに出ます。そう、散歩じゃなかったらめっちゃ早歩きで帰ってました。そう、散髪なかった友達に不思議って言われない、でも初めて会うタイプだとよく言われます。こんにちは。こんにちは陽気じゃないよ、一人だもん。音楽何聞くの？さっきなんだっけ、藤井さんだっけ、藤井さんという方の花っていう曲聞いてました。17期と18期で学力テストしてほしい。まあでも家見さめちゃめちゃバカがバレるからマジで学力テストしたくないです。ほんと一切わかんなくて。こんなにわかんないの？そう、風さんって読むのかな、その方のも聞いてました。歌めっちゃ好きで聞きました。好きなんですか？歌がめちゃめちゃ好きで歌聞いてます。頭がそうバカバレるのでちょっとやりたくないです。でもアズね意外に頭いいと思うので、18期で一番頭悪いのは私かな。一番頭いいのはさえちゃんかな。さえちゃん頭いいから。どんな曲を聴くの？ゆったり、最近はゆったりした曲が好きなのでゆったりしてる曲を聴いて、あとなんだろう、結構かっこいい系も K-POP も好きなのでそういうのも聴いてます。さえちゃんのかな、どういう時に頭の痛を感じますか。なんだろう、説得力があるときとかわからないけど難しい、そういうときかな あと記憶力めっちゃいいし覚えるの早いからすぐ聞いちゃう、さえちゃんに分かんなくなったら。こんにちは。そういう感じで皆さんもう今日はぶっつけなので、ぶっつけの3時間ぶっつけの約3時間ぶっつけ配信
なのでなんてやっちゃおうかなと。なおともさん、とぶありがとうございます。ファンの方、あ、私ファンの方の覚えるのは得意です。そう、ぶっ通しで19時59分まであるので今日は1回3時間です。約3時間配信。ご飯食べて、ご飯食べてないです。ご飯食べないとお腹空いちゃいます。こんにちは。ゆめみ、やっほーやっほー。もぐもぐ配信、もぐもぐしたら何にも喋らなくなると思うからやめようかなと思いつつ食べたい。え、せっかくね3時間、なんか今日がなんで3時間ぶっ通しでやるかというと19時59分までなんですよ、今回のイベントが。なのでやらなくてはと思って今やってます。遊びに来たよ、ありがとうございます。そう、19時59分までだから少しでも配信をしていたいというお気持ちなのでやりますという感じです。ISADD30 ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、じゅありがとうございます。たまにあるね、基本的にポジティブだけどね、ネガティブももちろんあります。こんにちは。そう、毎日幸せになるという気持ちを忘れずに生きてます。今来た、ありがとうございます。お疲れ様です。皆さん、あのね、さっきねもちもちクレープ、生チョコ&チョコチップを買ってきたんですけど、ちょっと常温にするとやばそうなので、ね、ちょっと食べたいと思います。結局食べるんかいって感じなんですけど食べちゃいます。私ねクレープめっちゃ好きなんですよ。この時間僕一瞬食べさせてください。ちょっとお腹空きました。今日ね全然ご飯食べてなくて、ちょっとタイミングが合わなくて。美味しいね。こんにちは。3時間食べます。ちょっと画面変えて食べていいですか。これはもちクレープ、生チョコ&生チョコチップス。感想？うまい味がします。
あ、皆さん、私告知するの忘れちゃったんですけど、一発ルームのあのリンクコピーじゃなくて、なんだっけ、うん、忘れちゃった、リポストだ、ぜひリポストお願いします。皆さんリポストをしていただくと、前回のあ告知のとこリポストしてもらうと、なんか一発チャレンジって言ってリポストすると、なんか一発チャレンジをできますみたいなやつあるので、お願いします。了解、ありがとうございます。してくださった皆さん、ありがとうございます。え、なんかさ、食べてるとこさ見られるの恥ずかしいから、ちょっとちょっと逃げちゃった。お話し会追加で買った今、ありがとうございます。リポストしてきたよ、ありがとうございます。嬉しいです、嬉しいでございます。え、ゆいさん、全体的にさ、なんか見られるのは全体的に恥ずかしい、わからないけど、なんでちょっと隠れときます。飲み物はあります、水が大好きです。こんにちは、があったら食べたいです、皆さんの前に。うん、そう、さこさんお試しメールなんです、2月配信しますね、見てください。うん、手で隠して、こんにちは、だーちゃんさんか、りだ、ありがとうございます。うん、いつも溜め込まないです、すぐ食べるんですけど、はい、やっと食べ終わりました。やっぱ食べちゃうとね、食べらなくなっちゃうので、困った、困った。だーちゃんかわいい、ありがとうございます。お腹空いた、一回食べるとなんか食べたくなっちゃう、美味しいです。
こういうクレープ系のお菓子大好き。でーす。こんにちは。もうね、ゆっくり話してたらもう6時になってしまうの。びっくり。ゆえみさん、時間の流れにさ追いついてない。クレープ、甘いものも食べる？食べるけどマヨネーズが苦手なので。あんまり食べないです。でクレープもね、食べれ、あんまり甘すぎるの食べれないっていう、ちょっといろいろあるんですけど、あんまり食べれないので。あ、このまま配信しちゃいます。こんにちは。マヨネーズ苦手でしょ。同じです。そう、サラダクレープあんまり得意じゃないです。こちら、ありがとうございます。一発始まったら一発頑張れ。みんな遊びに来たよ、ありがとうございます。皆さん一発も見てください。同時進行っていう難しすぎることを言っちゃってるんですけど。あ、イベントすごい。イベント終了まであと2時間。おお、すごい。ゆみ一発チャレンジも不要だったよね。ゆみなんか才能開花しちゃって、私お箸の友達になって、その時だけもうお箸と友達になってスッ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 行っちゃった。ゆうぱち電話ゲスト出ちゃう？全然いいんですよ。出させてください。逆に盛り上げます。なんかイエメが18秒のタイム結構そう、よく皆さん覚えてますね。私結構才能開花しちゃってて、一発チャレンジで。あは、一発覗いてきてください。ぜひイエメね、私イエメが好きなことがあって、イエメがもうもうよくて、友達と定番で話すのが、昔の小さい時の話がめっちゃ好きで、だから皆さんで一緒に思い出を語りましょう。っていう回です。一発のサムネ郵便多いです。多いんだ。そうなの？初耳。確かにそうかも。意外に私いるかも。みんないい感じにいますけど、だから皆さんで思い出話を思い出を共有かなしたいですっていう感じ。こんばんは。かわいい。嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。なおともさん、タコありがとうございます。ボンバーマンの回面白すぎて何回も見ちゃった。アニメも大好きなんだよね。
モーパン、ボンバーは初めてやったけどあんなに盛り上がると思わなかったので、ぜひ皆さん見てない人アーカイブ見てください。 YouTube に載っています。ナナナナンと YouTube になっちゃってます。私もよくアーカイブで見ちゃいます。配信だとなかなか見れない方が多いので。ユミ、今までどうやって話してたんだろう。なんか急に話すの下手になってきてる。どうしよう。はじめまして、こんにちは。ちょっと髪の毛ちゃんと整えよう。よし、オッケー。でも小さい話の時の話って何もないけどね。特にないけど、難しいね。でもお疲れ様です。ありがとうございます。今仕事終わりました。お疲れ様です。でも小さい時の闇あんまり性格変わってないんだよね。前よりおしゃべりするようになったぐらいかな。で、皆さんの小さい時とか印象的な思い出あったら教えてください。共有しましょう。今まで生きてて印象的な話とかあったら教えてください。で、そういうの大好きなので。こんばんは。世代が違いすぎてそんなことないんですよ。ゆみ、ゆみ、一番小さい時の思い出、温泉で溺れたこと。ああ、私もそういうのあります。わかります。私もなんか旅館かなんかわかんないんですけど、その水に落っこちちゃうっていうのありました。こんばんは。めちゃめちゃわかります。滑り台から飛び降りて足を痛くなっちゃった。ああ、でも滑り台系もありますよね。私もブランコめっちゃ好きでした。なあ、ラブさん、マジありがとうございます。チャリで田んぼに落ちた。もうよくチャリでなんかめちゃめちゃ下手で、チャリ運転じゃない、チャリこけなくて草むらによく突っ込んでました。私も泣きながら練習してました。そう、なんか夢が好きなことを友達と昔の話すること、あと駄菓子屋とかめっちゃ行ってました。小さい時、小学校とか。怪我しなかったです。自転車は運転が下手でした。自転車の草むら、なんかよく言う草むらみたいにいっぱいあるところに突っ込んでやっちゃいましたね。しゅんこさん、くま、ありがとうございます。
そう、駄菓子屋もうなくなっちゃったんですけど、めっちゃ行ってました。小学生の時にペペロンチーノとかずっと食べてました。あとなんかグミがめっちゃ回転されてる、なんか大きな丸みたいなのがあって、それめっちゃ食べてました。そう、今売ってるかわからないんですけどね、なんか青いパッケージで、なんか白とコーラの味のグミが丸まったやつみたいなのあって、あれめっちゃ好きでした。あー、そうなの、わかります。小学校の帰り道によくあったあるあるですよね。そう、ペペロンチーノめっちゃ食べてました。美味しい。今日の僕はうそさん、オレンジペンライトありがとうございます。そう、昔私も通ってたとのがなんかいつの間にかなくなってました。そう、あるあるなのかなわからないんですけど。あ、ガチャガチャも、でもガチャガチャ最近めっちゃハマってて、ガチャガチャなんか待ち時間暇あったらめっちゃガチャガチャしちゃって、ちょっと無駄遣いしちゃいます。かわいい、ありがとうございます。ばあさん、くま、ありがとうございます。なんかガチャガチャ罪深くて、可愛いのはめっちゃあるから、そう、私が知ってるガチャガチャをはるかに超えたいろんなガチャガチャが出てきて気になってガチャガチャしちゃいます。そう、少しお高くなりましたよね。あとなんか高校生あるあるなんですけど、あるあるなのかわからないんですけど、なんかプリクラって私の時は400円で取れてたんですけど、それが500円になってついには800円ぐらいになってるらしいですよ。斉藤モゲタさん、欲しい、ありがとうございます。高いですよね、そんなに高いらしいですよ。最近プリクラというものを撮っていなくて、今来ました、ありがとうございます。なんか最近撮ってなくて JK なのって感じなんですけど、全然 JK してないんであれなんですけど、プリクラなんか高いらしくて、友達に言われて、そうなんだみたいな。そうなの、昔は300円の時代もあったの。それはお初だ。そう、400円、私も400円だったんですけど、なんか高いところで800円とか、驚きってなった。髪の毛ツヤツヤ綺麗だね。あ、ツヤツヤに見えてるだけですきっとここもオプション機能がすごいのかな。そうなのかな、どうなんだろうね、あまりそこに関してはあまりわからないわからないけど、いろいろありますよね何か有名な髪の毛一本がめちゃめちゃ細いから、サラサラっていうよりはふわふわかな。初見です。本当ですか、なんかお見かけしたことがありがとうございます。最近は証明写真1000円する、でも証明写真は1000円しました、1000円 しました気がした。結構いろいろ高め。でもプリクラが800円のが私は一番驚き。マーンさん10、ありがとうございます。
最近驚いたことそれかな。超最近で言ったらそれ。という感じです。という感じで早速なんという感じだったんですけど、なんかゆるゆるに話しすぎたので、まあいつも通りの私という感じなんですけど、確かに500円ぐらいですよね、ガチャガチャも。でも一番高いの最近1500円飲みました。フィギュアのガチャガチャ1500円もしてやりたくなっちゃったけどやめました。さすがに高くなったと思って。かわいい、ありがとうございます。そう、いや、ゆっくり話しちゃうからね、すごくガチガチの雑魚ですという感じなんですけど、通常運転かなかなという感じなんです。1500円のフィギュアみたいなのありました。新潟のひろきさん、チュありがとうございます。たくさんありがとうございます。仕事終わりに夢のゆるい喋りが しみますか。よかった。え、今日着てる服どこかどういうのか紹介したんですけど、今日はダズリンさんというお店のお洋服、上下着てます。とてもかわちいなので好きです。確かに1500円だったらもはやフィギュア買えますよね。わかります。ダズリンは可愛い系です。大人系です。じゃあ立ってほしいという希望もある。どういうことで、もう一度立たせていただきます。はい、あんまり見えないんですよね、立ってもらってもあんまり見えないので、果たして意味のがあるのかという。下は長いスカートです。こんな感じでね、めっちゃレースな感じのとが何枚も重なってる。お腹やばかったですか今。大丈夫だったかな。遅い、よかった。というスカートです。ダズリンはターゲット層、年齢層低めだっけ。年齢層ちょっと高いかな。お姉さんが結構いました、よく買いに行くときは。お姉さん、お姉さまがいっぱいいらっしゃいました。ダズリンとダズリンです、名前で。なんか今日鏡見た思ったんですけど、めっちゃ髪の毛茶色と思って、私なんかしたかなっていう話でした。そんな感じで、あゆみはいろんなお洋服、ブランドのお洋服いるね。でもあゆみ好きなのがさ、好きなブランドだったらそのブランドでめっちゃ個展にいっぱい買っちゃうのもよくあるあるです、私の中では。髪の毛日焼けした、そうなの。めちゃめちゃ茶色くなっててびっくりしました。今日こんな髪の毛の色だっけってなりました。意外にちょっと茶色くなってきて、茶色好きなんですよ。じゃあきっと茶色になってきています、なぜか。タカさん、チュありがとうございます。髪の毛は日焼けすることあるね。日焼けしやすいのかな。ちょっと茶色になったので、今度
握手会が土曜日にあるということで、その時に皆さん髪、私の髪色にもちょっと注目してください。あんまり変わってないかもしれない。光の当て加減かな、照明とか光とか。はーい、チェックしてください。ちょーんと茶色が、え、握手会でさ、私18日はさ、セーラー服着るのでメイクめっちゃ薄くしようかなとか、ちょっといろいろ考えて悩み中です。直友さん、ハートありがとうございます。新潟のひろきさん、じゅありがとうございます。たかさん、じゅありがとうございます。幼くなりそう、うん、そうかも。結構メイクに助けられず大人っぽく見えてる。いや全然大丈夫ですよ、お話し会に服装とか髪型とか全然大丈夫ですよ。だからいい感じな感じな高校生でいきます。タカさんだるま、ありがとうございます。大人っぽいな感じでいっちゃいます。大人っぽいじゃない、清楚系かな。崩れ落ちそう、崩れ落ちないんでこんばんは、崩れ落ちないんでください。だからいろいろ考え中。でさ、この前も言ったんだけどさ、ユナとさまだ服買いに行けてないの、とてもやばいからさ、ユナそしてユナ忘れちゃった。なあラブさん、欲しい、ありがとうございます。そう、同級生になれるから皆さん私を同級生だと思って接してください。友達みたいな感じで接してみてください。同級生、いや買いに行けるので全然大丈夫なんですけど、私は大丈夫だけど、ユナがユナが大丈夫かなって。まあ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 任せてください。シュンシュベーンさん、かま、ありがとうございます。ムーンスターさん、チュン、ありがとうございます。学生服着ていこうかな、着てきてください。お揃いにしましょう、ぜひ。あ、でも任せてください、本当に絶対予定合わせていくので任せない、夢みんです。もう可愛い系の方がいいですかね、せっかくなんで。可愛い系でいっちゃいます。可愛い系かな、でも最近可愛い系ほんと似合わなくて、前髪作りたくなります、可愛い系を着ると。新潟のひろきさん、じゅんありがとうございます。そういう前髪さ最近欲しくなっちゃって、でもサナピオさんかっこしんさん、くまありがとうございます。なんか最近前髪、ま、昨日今日前髪切りたくなっちゃう。でも切りたいのは1日だけ、前髪が欲しいだけで。そう気まぐれなんだけど、でも結局前髪ないのが一番好きでっていう葛藤がありました今日私。
今日の私なんですけど、突然前髪が欲しくなる。じゃじゃん。ムーンストーンさん、ジュッ、ありがとうございます。足短いキリンさん、ほんとだ。ドラマありがとうございます。なんかみんなね、前髪切ったことあるのとか、髪の毛どれぐらい伸ばしてるとかいろいろ聞かれるんですけど、よく質問もらうんですけど、小学生の時とかは前髪ありました。そして中学生の時とかはこれぐらいしか髪の毛なかった時もありました。でも伸ばして今これぐらいで、すぐ伸びるので、伸ばしっぱなしです。取れるためにチョキチョキするぐらいなので。そう、なんかゆみね、本当にゆみってすぐ人に影響されちゃって、こういうの髪型にしてる人めっちゃ可愛い方がいて、それをちょっと真似したくて、前髪なしのこの髪型でやってました。ちょっとボブかなぐらいの、ちょっと長めぐらいのやってましたという人もよくいただくので答えてみました。そう、今ロング好きだからね。そう、でも洋服によってめちゃめちゃ髪型変えたくなるし、前髪が欲しくなる時もあるしという気持ちです。でもね、ショートだとなんか嫌になっちゃうんですよね。長い方が結局好きってなるので、長いのが、長い髪推しです。でもこのこういう前髪流してるのちょっと大人っぽく見えるじゃないですか。私大人っぽくあんまり見えない人なので、前髪がこうやって流れることによって大人っぽく見えてるっていう錯覚に皆さんは陥っているので、錯覚に今陥っています。あ、ここで琥珀糖を食べたいと思います。なんとあと2個しかないです。こちら青、水色大好きです。水色マシンガーさん似合う、ありがとうございます。突然の食べてしまいましたね。唯一的冬が苦手さのランキング、さこさん4位。私春夏秋冬大体得意ではないけど、冬はかろうじて好きなのに。わかんない。サナピアさん、かっこしんさん、雨ありがとうございます。S サンダーさん、だるま、ありがとうございます。このゆる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 な空間に皆さん集まっていただきありがとうございます。四季だいたい私に当てはまらない気がする。でも唯一冬が好きなので、冬をたくさん愛したくて冬服買っちゃってます。ね、待って、家にこもってそうとかさ、ゆみさん全部の季節家こもってるんだけど、どうしたらいい、ゆいちどうしたらいいですか皆さん。私本当にびっくりするぐらい家が大好きで
家で YouTube とかそういうのを見ながら四季をより感じている人なので、究極のインドア大正解です。だからキャンプとかしたことないし、しようと思ったことがなくて、機会がまずなくて、ので、私を誰かアウトドアにしてくれる18期研究生のみんな待ってます。人が苦手、ちょっと苦手。そう、結局ね、お家が大好きなので、お家にとどまることが好きすぎるので、お家にいます。あ、キャンプ無水、確かに。一人暮らししないの？まだしないです。でも一人暮らししてみたいですね。みみ絶対一人暮らし得意。わかんない。そもそも18期だと誰がアウトドア派？ねえ、誰がいるんだろう。意外にみんなインドアそうだけど、さえちゃんとかかすみとかアウトドアっぽい。新潟のひろきさん、10ありがとうございます。そう、料理とか別に好きなので一人暮らしは得意だと思います。得意、多分得意。あ、そしたらそうかな。マジで言いなさそう。確かに。長友さんはファイト、ありがとうございます。でも結構自分の部屋気に入ってるので。ゆめみインドーナー、インドーなのにチームふっからなの、バレてましたが。めっちゃインドーなのにめっちゃふっかるっていう、ふっかるって言ってもそんなふっかるじゃなくて、家に出てる、家にいる時はふっかるじゃなくて、例えばレッスンの後にどっか行くとか、何か終わった後にどっか行くんだとめっちゃふっかるなんですけど、家からわざわざ出ると出るっていう感じだとふっかるじゃないんです。前日に言ってほしいってなっちゃうかもしれないんです。私そう、ちょっと不思議だよね。よくわからないけど、でも予定があってから行くのが好きです。そう、家を出せれば OK です。え、でもそう、出た時に何でも何でもこなしたい。喋りたい人は自に出かけたい。インドは面白すぎるわ。まあ人間いるよ、いろいろありますよね。達也くんさん、10ありがとうございます。わかる、わざわざ、そう、わざわざとちょっとめんどくさりが、えがりが張ってるみたいです。まあよーが MYOU かかわいいさ、日焼けしなければふっかる、大正解。大正解です。シャナピオさん、かっこしいさ、チュッ、ありがとうございます。日焼け本当に日が出てるとかちょっと苦手さんなので、わ、皆さん人それぞれですよね、やっぱり。でもこのことについて語るとなればとても長くなってしまうぐらい、私本当にお部屋でも日焼けがとてもしたくなくて、ちょっと美に目覚め始めた中学生ぐらいの時に、私の部屋すごく窓がたくさんある方なのかな、ある方で窓がすごいあって、もう本当に日がめちゃめちゃ入ってくるのがめちゃめちゃ嫌で、なんかおしゃれにしようと、なんかこうやってさ、こうやってやると縮んで、こうやってやると
長くなるっていう、ちょっとおしゃれめなあのカーテン使ったらめっちゃ日差し入ってきちゃって、めっちゃそれが嫌で遮光カーテンで全部変えてもらうというぐらいの、そうブラインドだ、ブラインド、そう遮光カーテンの愛する女になりました。もう遮光カーテンだらけです。そう遮光カーテンの大事さに気づいたんですよ。なんか家の中でも日焼けするって YouTuber の方が言ってて、マジみたいな中学生幼き私はマジってなりまして、ママに頼んで遮光カーテンにしてもらいました。まさか家で日焼けするとね思っていなかったのでね姫さん、かありがとうございます。なおたまさん、お手紙ありがとうございます。しんくんさん、たーたい、ありがとうございます。あーそうなの、家の中の体温入るんだけどね。ドラキュラかい、ドラキュラです。あ、前世ドラキュラかなんじゃん。カーテンを、遮光カーテンとともに毎日生きているので、美白を、美白なん、なんで美白なんですかとか話するんですかって言われたら、もうとりあえずまずは遮光カーテンに変えることをおすすめしたいと思います。はい、新潟のひろきさん、10ありがとうございます。わらわらわら www 仕事はお疲れ様です。今はなんと遮光カーテンの話もしてます。初見です、ありがとうございます。すいません、初見なのにこんな遮光カーテンの話を皆さんにお伝えするとは思いませんでした。ムーンストーンさん、ハート、ありがとうございます。そうだから遮光カーテンは大事です。なんか肌白いねとか言われるけど、まず遮光カーテンから始める第一歩のスタートです。そこが、かわいい、ありがとうございます。遮光カーテン寝すぎて今何時か分からなくなる、わかります。いやでも私も日差し入ってきたんで遮光カーテンしてるのに、遮光カーテンの勝てないものがあって日差しなんですけど、ちょっと日差しが下の方から溢れてきちゃって、その時には朝だと気づいてしまうのでそれが嫌です。なあラムさん、クマ、ありがとうございます。新潟のひろきさん、ありがとうございます。え、されてるんですよ、なんかされてるけど、その下、その下に、その下に光が出てきちゃうの、なんか私の家が不思議のために光がね、直いっぱい光がいっぱいになっちゃうので、つです。そう、なるほど、不思議な家に住みすぎているのかも。ミステリー、ミステリーハウス、なるほどっていう話をちょっとしてみました。皆さんモップかっこマップのマスゲンさん、ハート、ありがとうございます。そう、日当たりめちゃめちゃいい、おすすめ私の家とても当たりが良くて幸せです。はじめまして、ありがとうございます、来てくださって。なおとまさん、かま、ありがとうございます。そう、ゆみ本当に不思議な家に住んでる。ゆみこんばんは、皆さんこんばんは、お仕事お疲れ様です。途中から来た方もいると思いますので、まあ、改めて言うと、帰宅5分で配信を始めた結果、メイクを帰宅ご飯で配信をした結果、メイクをせずにいるさこゆめみです。
少し前から気になっています。可愛い、ありがとうございます。嬉しいです、気になってくださって嬉しいです、ありがとうございます。とてもとても嬉しいです。頑張ってください、頑張ります。大輔さん花束ありがとうございます。あ、そうだから本当にそう、ここまでのあらすじと出しましたは、ガチガチすっぴん学校帰宅、そして今日はなんとイベント最終日のなので、おしゃれのおしゃれに決めてきちゃいました、さこゆみ、そしてしか下のスカートはダズリンさん、上下ダズリンさん、そして新しい黒のスカート、黒のスカートあんまり見せられない、とっても見れないので諦めちゃいます。え、実は同い年でこんな可愛い子が同級生にいるのって、同級生なんですね、高校3年生です、私も高校3年生です。一応今日も可愛い、ありがとうございます。さあダズリンさんのおにゃむく来ました、大人きれいめ最終日ということで、気合もがっちりモデルさんみたいなお洋服着てきました。ゆいみおしゃれありがとうございます。のもうなんかすごい、なんか意外に顔あんまり顔変わんないんだよね、ゆいみの顔悪いのかわからないけど、いい感じに顔変わらない、意外にこんな顔です。ずっとでもショールームとかしかし、ザスッピンっていうのを見せたことはないので、このビスさんのイベントでは初めてです、こんなガチスッピンは。なので握手会にもガチスッピン風セーストケーセーラー服女子各現役高校生参上みたいな服感じでいきたいです。いつも自撮りアプリ使ってるの、何使ってるの、ビューティーカムです。イエーイ、最近インスタグラム始めたので、インスタグラムのフィルターを最近いっぱい使ってます。イエーイ、こんばんは。そう、インスタグラムのフィルター使ってるんですけど、最近なんかめっちゃ加工できて、なんか髪の毛の色変えるのにちょっとハマっちゃって、めっちゃ髪の毛めっちゃ茶色にできたりするので、めっちゃ茶色にして投稿したことが一回あって、ハロウィンの日に、そしたら髪の毛染めたみたいな感じで言われてたので、ちょっと皆さんを騙してしまったんですけど、髪の毛染めてません、一回は髪の毛染めたことないです。PAJPAJZAMY パーパーじゃない、ありがとうございます。英語がちょっと苦手です。誰もありがとうございます。卒業したら染めるの、染めないです、私染める予定は一切ないんですけど、この髪色が現在進行形で、生まれたそのままの髪の髪色がすごく好きなので、今のところはないんですけど、染めてみたいです。人生には一度しかないので、染めてみたい願望もめちゃくちゃあります。こんばんは。でも髪の毛染めちゃいけないので染めないです。陰キャ高校生やってほしい、あ、握手会ですか。でも現実に私がそれなんで、もう何もそのままでいけますね そうだからな、髪の毛現在進行形、これちょっと茶色っぽいところ地毛好きです、地毛なのです。そう、髪の毛めっちゃ学校入る、高校入る時とかに、髪の毛染めてるんですかみたいな、申請書書くぐらい髪の毛染めてるのってよく言われました。
でよくあとヘアメイクさんとかに髪の毛染めたことあるのとか聞いてもらえるぐらい結構髪の毛は茶色っぽいです。すごいイエーイです、嬉しいです。モップのマスゲンさん、ハドありがとうございます。カノさん、アメありがとうございます。そう、めっちゃ茶色っぽいって言われました。イエーイ、こんばんは、嬉しい。地毛だと思わなかった、めっちゃ地毛でした。そう、色素、そう、めっちゃ色素薄いって言われました、ひなのに。この前、髪の毛イエーイって感じでした。もう待って、驚きだ、もう9時になっちゃう、もう私時間に置いてかれてる、いつも。そう、握手会セーラー服着るので清楚系のイメミンでいきます。こんばんは、まあさん、じゅありがとうございます。でもね、この新しいねスカートめっちゃ可愛くて、ちょっと皆さんに早くお見せしたいので、オンライン話し会とか絶対行きたいです。でも下がね、オンライン話し会って見せれないから触ってるので、それがちょっと悔しい。ちゅかさん、ちゅありがとうございます。なおともさん、かわいい、ありがとうございます、嬉しい。ちょっとめちゃめちゃ早口で話してたんですけど、この新しい新品スカートをお披露目する機会があるのでしょうか。私にはドキドキです、ドキドキです。そう、握手会でも着たい、めっちゃめちゃ可愛いの。しかもロングスタースカートさんはワンピース以外であんまり着ないので、ちょっとレア。おしゃれさんになっちゃいます。明日は公演だね、明日公演なんですよ、18期8人で楽しみ。新潟のひろきさん、チュッありがとうございます。チュッありがとうございます。こんばんは。え、なんかさ、早口で話したくなっちゃってるから、今早口でめっちゃ話しちゃった。ドキドキ、公演行きます、あ、待ってます。私の昨日ね、あるあるやったんですけど、夢見あるある、ちょっと今日もやりたいぐらいなんですけど夢見あるあるでファンの方がね、こうやってコメントくださって、ファンの方がを、あ、推しの夢のね、ペンライトが白と水色なんですけど、白と水色のペンライトを見つけるのが早いって言ってくださったので、それをより実践したいと思います。で、皆さんのこと見つけちゃいます。え、あるあるやっちゃおうかな、あるある大好きだからさ。第2回、ね、待って、早口で話しすぎかも、びっくり、しゃべよう。こんにちは、うん、マジで聞き続きたい。平日なのでね、皆さんお仕事終わりかな、疲れを癒しに、笑顔を求めに、私に会いに来てください。かさん、レターンありがとうございます。こんばんは。そういうファンの方がね、つけてくださる私の推しのペンライト、ペンライトカラー、本当に見つけるの得意なの。サナペンさん、かっこしんさん、欲しい、ありがとうございます。嬉しい、なんとここに書いちゃいました、第2回フォローしました、ありがとうございます。第2回ヨエミンあるある、イエーイ。
第2回夢見あるあるなんですけど、なんとね第1回は昨日やってましたやってるんかーいという感じなんですけど、夢見があるあるの好きな理由がありましてですね、初対面の人でも盛り上がれるのである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 が大好きなんです。あるあるって思わなくても簡単なあるあるでもそれあるあるなのって突っ込めるところが私のあるあるの好きなところですそうあるあると言いたいだけにあるあるが大好きです。こんばんは。第2回第1回目の夢見あるあるでした。ちょっと怖めなやつも多くてですね、例えば夢見の家は夢の部屋めっちゃ暖かくて暑いとか、今27度なんですけど暑いとあるあるとか、あとおしさいのつけてるファンの方を見つけるのが得意とか、黒の服が多いとか結構あったんですけど、怖めのあるあるを出していって私の知らないところを皆さんに教えちゃいますよという感じです。怖めかな、コアなところもあるかな、どうかなって感じ。怖め、怖じゃなくて、怖めの怖めじゃなくて、あんまり出したことないあるある、ちょっとレアあるマツワさん欲しい、ありがとうございます、お疲れ様です。いやいや皆様もお疲れ様です。もう怖いじゃなくて、怖めじゃなくて怖めです怖めです、カタカナのちょっと怖、私の発音が悪かったです。そう、実は沖縄県に住んでるんですよねって言ってもおかしくないぐらいの私の部屋の暖かさ、怖めです。ちょっとね滑舌と日本語が悪かったですね私の。びっくりした、怖、そう怖コアです。ここの壁に書きたいぐらいですね、夢見あるあるスタートみたいな。夢見あるある、じゃあまず1回目自分の書いてみます、自分で書いてみますブルブルって震えないでください。あるかな、あるかなありますよ。今書いてみます。皆さんも私のある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 だなって思うところがあったら教えてください。新潟の石崎さん、チュ、ありがとうございます。なんと書けました、1個目じゃららん、あ、なんかめっちゃ反射しちゃう、私の見えてはいけない部屋が見えてしまった。私の部屋はとってもパーティー状態なので見せられないですちょっと見せられない、パーティー状態だから見せれないの、なので口頭で失礼します。同じこと、かっこ好きなこと何回も話す、ある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 です。これストレンジャーさん、ばありがとうございます。パーティー、あのパーティー、パーティーパーティーしてるのパーティーピーポーじゃないです
楽しい感じになっちゃってる。すごくいろんなものがあるのでちょっと見せれないです。はい、あるあるです。はい、私ね、好きなこと最近で言えば、お散歩好きなんですよね。お散歩好きで、お散歩空とか幻想的なものが好き。クラゲとか、その話を何回も何度もしちゃって、そう、何回も何回もしちゃうので、この1個目は何回も話しちゃうぞという話です。皆さん、私のあるあるありましたら教えてください。待ってます。コメント欄に待ってます。あるある、そうな、あるあるでも待ってます。あるある、そうって何だろうかわからないけど、こんばんは。弓のあるあるってちょっと難しめだよね。よくわからないね。全くわかんなかった。よかった。弓ちょうどいろんなところがパーリナイトなので、本当にバレてるのかな。でも武道館の1日目のあの AKB3 乗の時の私の顔は本当に固まってました。まあゆさん、くま、ありがとうございます。こんばんは。夢見あるある、あ、わかる。この絵文字が使いがち、めっちゃわかる。めっちゃわかります、この絵文字使う。え、待って、その絵文字以外にめっちゃあります。私、思っているよりもファンを監視している。正解です。めっちゃ正解です。あ、でも、あ、正解です。緊張していました。先輩方とのグループ握手会はめちゃめちゃに緊張していました。と絵文字系いきますね。私その絵文字のなんかシャキンみたいな感じの絵文字めっちゃ使うんですけど、それよりめっちゃ使ってる絵文字があって、遊びに来たよ、ありがとうございます。監視っていうか、よくハッシュタグ使ってくださってるの、あ、ハッシュタグとか見ております。これもそうなんですけど、このめっちゃ溶けてるような絵文字めっちゃ使うんですよ。溶けてる、あ、もう目が落としました。こんばんは。ちょっと最終 B のところに溶けてる絵文字使いますね。この溶けてる絵文字好きなの。あ、涙のやつもよく使うけども、溶けてる絵文字が一番使ってます、私の中でと。なんかその絵文字普通に出てきます。なんかさ、この絵文字何考えてるか分かんないから好きです。初見です、ありがとうございます。え、この絵文字は何でも使えるじゃないですか。幸せすぎて溶けそうとか、やばいの溶けそうとか、楽しすぎて溶けそうの溶けそう。え、これって
何でも使えるんですよ。ただ溶けそうって何ってなるかもしれないんですけど、幸せすぎて溶けそうっていう表現ってあまりできないじゃないですか、絵文字で。でもこの一つで私は全ての絵文字を、全ての感情を表せる素晴らしい絵文字だと思う。あと疲れたとか言葉にしたくないけど絵文字で表したい時とか、これいろんな心情を思い出させてくれる絵文字なんで出てきた、出てきました、絵文字よかった。普通にさ絵文字のマークをして、なんかその仲間たちが、このいろんな絵文字の仲間たちがいるところを見てたら、下の辺に出てきます。そう、溶けそうです。全ての感情を表せるので皆さんとてもとてもおすすめです。こちらぜひお願いします。私と一緒に使ってください。あ、絵文字で調べるね。そう、絵文字で出てくるはず。ビーワースの、そうビーワースのね DM めっちゃこれ使っています。大好き大好き。ハートイベント中のまであと1時間。わお、ピンちゃんさんでした。ありがとうございます。だるま早いですね。もう1時間、私めちゃめちゃ早い。あと1時間とか、正確に言うと59分です。了解、溶けそう、溶けましょう、一緒に。溶けちゃう溶けちゃう溶けちゃう。早いね。おー、私も早いです。1週間一緒に頑張ってくださってありがとうございます。ラストパーソンたくさん喋ってこう。もちろん喋らせてください。ビバース見返したら確かに、おー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 、ふくちゃん、ふくちゃんありがとう、ありがとう。早いって言われないで、ありがとう。バトルーム出ちゃった、あるあるかわいい。ラストパスじゃん、ありがとう。ねえ、紙に書いてもいいですか、ちょっと紙がここにあるので見てください。ひめちゃんのリボンです。私が好きなひめちゃんの、ちょっとね紙がこれしかないのでこれに書かせてください。皆さんあるあるあったら教えてください。そこに待って、ちょっと綺麗に描けないからちょっと悔しいので新しい道にします。テンテレレンテンテンテレレンテンテレレンテレレンテレレン、オッケー、綺麗に切れました。皆さんあるあるたくさん待ってます。ね、待って、ねえ待って、いい加減にして、私いっぱい間違ってるこんばんは。だ、今は第2巻復活のインドア版、確かに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 、そうかも。
しいね。あるあるって難しいですよね。さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。シナモン書いてみました。うん、ありがとうございます。うわわわわわわ、こちらの好きなひめちゃんのリボンのメモ帳に書かせていただきます。これひめちゃんのリボンって言って、なんか魔法の国の子がなんか現実世界に来てっていうお話です。すごくちょっと昔のアニメです。最近はニコちゃんマン描くのが好きです。完成しました。チャンチャランチャラーン。なあラブさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。本当に皆様本当にありがとうございます。皆様の応援がありましてるので、私は今日も頑張ります。頑張れています。ありがとうございます。こんばんは。でも上手、いやもう全然上手じゃなくて、よく練習していましたね小学生の時な、溶けてる幸せも溶けてるですか、楽しいの溶けてるですかインなんだっけ、インドはケイフカルユメミン、今はなんと第2回ユメミンあるあるなんですけど、ここで採用させていただきました。インド系フッカルユメミンインド系フッカルユメミンです。このインド系フッカルとはなんですけど、先ほども一度説明させていただいたんですけど、めちゃくちゃインドア、そんなにまあでもなんか外出るのも多いんですけど、基本的に家の中で生活し、出かけると出かけるついでに呼ばれたらフッカルしちゃうよっていうお話でした。今来た、ありがとうございます。そんな感じです。ゆめみはそんな感じのあるあるがありました。実はあと何かあるかな、あるある、何、社交命、じゃこのさフッカルの隣に書いておきますね。社交命、漢字ちゃんと書けるかな、夢見
境命。あ、全然見えたな。ダンダラーン、社交命、ありがとうございます。もうすぐ1万人、ほんとだ、たくさん皆さんありがとうございます。なんとね、第2回夢見あるあるです。9349人の皆様、楽しんでますか？イエーイ、楽しんでますか？イエーイ、楽しんでますか？イエーイ、ありがとうございます。ぜひこの絵文字を使って幸せをあふれさせてくださいイエーイ。ゆみね、ずっとアイドル、あ、そしてお決まりのこのポーズ、走ってます、ミラーボールの中で照らされて、ありがとうございます。ジローリンさん、ミラーボールありがとうございます。こんばんは。走る坊主、良すぎて泣きそう。泣かないでその時はね、はこちらの絵文字を使いましょう。溶けましょう、幸せで溶けてしまいましょう。皆さん、はじめまして、さこです。ということで、第2回ゆめみんあるある、もう2個ぐらい考えたいよね。と言っても難しいので、皆さん一緒に考えてくれると嬉しいです。同じこと、好きなこと何回も話す、この溶けてる絵文字使いがち、インド系ふっかりゆめみん、社交のち、ゆめみん会話で溶ける絵文字入りそう。ほんとに社交観点命。はじめまして、ありがとうございます。通勤急行通勤急行通過駅さん、10、ありがとうございます。滑舌が悪かったみたいすみません、こんばんは。ゲームあと1個考えちゃおうかな。なんだろう、あとなんだろう、ハッシュタグ作りやすいあるあるだと思う。そんなにあるある、私あるあるかな。でもゆみ結構、あ、確かにどっちって感じ。イエイ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 。なあ、ラブさん、ありがとうございます。走ります。新潟のひろきさん、10、ありがとうございます。イエイ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 。反射神経がいい、それにしよう自分がそうしたいだけなんですけどね。反射神経が実はいい。そうなんです、頑張ってください、ありがとうございます。皆さんね、私結構ふわふわとかわかめとか豆腐とか、まあまあ海藻類にね、海藻類に見立てられることもただただありますけどね、ありますけど、なんとね、反射神経めっちゃ良いんです。自分で言うのあれなんですけど、反射神経めっちゃ良い方。クラゲ昆布、はい、クラゲも言われたことありますあるんですけど、なんと反射神経が良くて、あのバレーボールの審判で旗みたいな振る時があるんですけど、その旗がピッてね、
決めるのまず得意。あと物が落ちそうな時すぐキャッチできるとか、そう、そういう反射神経の才能があるようです、私には。あ、早押しクイズ、あ、そう、早押しクイズでもクイズが、早押しクイズのボタンを早く押せてもクイズが答えられない、残念な、残念です、残念な、意外ですよね、意外にできちゃうんです。皆さん LINE 妻、そう、 LINE をね、アウトインとか判断する役割があるんですけど、バレーボールに、それです。カノさん欲しい、ありがとうございます。ビビビビン、正解です。皆さん私のこと知って、よく皆さん知ってますね、驚きでございます。そんな感じかな。反射神経良かったよね、どうでした？ありがとうございます。豊倉さん、あ、バレー部だったの分かりますか？ありがとうございます。反射神経ちょっと良かったよね。熟書タイムと思いきや超えていけちゃうので、やはり私反射神経がちょっといい、うん、ちょっと証明できちゃったかもしれないです。仕事戻ります。あ、頑張ってください。ありがとうございました。1週間お疲れ様ね。かわんちん遊びに来たよ、ありがとうございます。楽しいけどスケジュール間に合わなかった。光の速さで私移動しているので、皆様の目には光が映っているかもしれないです。じゃあ最終日ということでスクショしてください。よかったら最終日の思い出に、この帰宅ご飯で準備したそこ郵便各高校3年生17歳現役の郵便の写真を撮ってください。写真頑張って、ユイン応援ありがとうございます。筋肉物あのね、スクショの時にお姉ちゃんからあの顔を動かすなと言われたの。だってスクショしてるのに指だけいつも動いてると言われたの。だからちょっと服は出たみたいな感じにしゃやってみたんだけど、どうかな、おもろい、通常運転です。通常運転、この話したらいつもお姉ちゃんナイスできます。実は実はお姉ちゃん、お姉ちゃんショートメン見てるのだからね、だからお姉ちゃん見ないでと思いつつ見てくれてます。ありがとうお姉ちゃん。そうか、私心もそんな下目にやるピースが好きで、いやいや、と言いつつさんのポーズしてました。そうピースね、本当にありがとうございます。いや、ね、あ、はい、行きました。ミラーボールありがとうございます。ゼロニーさん、新潟のひろきさん、じゅありがとうございます。お姉ちゃん服勘弁ってコメント来たら笑う、私も笑いますよそりゃ。笑わないけど、どっちって感じ。抜き打ち、で結構家にいて走り出しちゃいますよいつでも。そう、そんな感じ。ねえ、そんな感じ。そんな感じ、どんな感じ、こんな感じ。
ね、最終日にさこんな感じ、ちょっとさ頭が薄着になっちゃった。いつも通りか。いつも通りですか。はじめまして、ありがとうございます、来てくださって。ご機嫌。違うの、ナイトモード、ナイトモード。やばい、通常だった気がする。え、最終日これじゃ良くない。良くないけど、ちょっとこれも私という感じです。そう、全てちょっとね、うまくいかないぐらいがちょっと私だなとよく思っちゃいます。そう、携帯のナイトモードと同じ仕組みです。ナイトモードです。ゆいゆいさんがお姉ちゃんだったりして、そんなことありません。おべりさんがお姉さんだったらすごくびっくりです。いや、夜で、なんか多分しゃべり続けてたからテンションが上がったのかな。楽しそうで何よりです。ありがとうございます。皆様に幸せをお届けするのが私の仕事なので、よかったです。え、ゆパワーワード生まれちゃった。嘘、そんなすごいこと言ってたわけ。やめて、そんなすごくないですよ。お姉ちゃん走ってたかな。スクショタイム、スクショタイムって言わずにスクショタイムで始まっちゃいます。なんと見ている方が今1万人を超えてしまう、超えてました。わー、ありがとうございます。ここに来てくださっている1万人の皆様、そして1万11名の皆様、いらっしゃいません。楽しんでいますか。イエーイイエーイイエーイ、ありがとうございます。でね、ずっとさ888ってさ何だと思ってたらさ、パチパチパチの意味だったんですか。私昨日気づいたんですけど、今更なんですけど、ハチハチってパチパチっていうことですよね。イエーイイエーイじゃなくて、そうですよね、昨日。そうですだよね、今更すぎるけど。え、なんかさ、襲ってみんな言わないで、みんな言わないでください。なんでハチなのって思ってたけど、パチパチのハチでした。ありがとうございます。新潟のひろきさん、じゅっ、ありがとうございます。ハチハチじゃ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 、っていう感じで、ちょっといい感じのいい感じのポーズをしてみました。ということで、今の時刻なんと7時24分。あるあるどこ、盛り上がりの数、ねえ待って、君何も知らないんだね。いや、言って世界には知らないことがたくさんあるという、ちょっとまだ知らないことの方が多いですよ、やっぱりね。あと30分もないぐらいですよね。うーん、悲しい。あるあるどこなんですけど、あるあるはもう4つ出して、あー、そうなの、
マッティ・ユエミ何も知らないんだね。知らなかった。でもありがとうございます。カズじゃなくね。でも終わり、あるあるなとね、もう消えちゃってました。私がこの服でビーってやっちゃったので、まああるあるもやりましたし、まあ締めに入っちゃいますね。なんとそんなに変わってないの消えてた、まさかのあるあるなんかもやってみました。あ、なーちゃんさんお手紙ありがとうございます。まさかのまさかの、なんともう今の時刻が7時25分、そしてイベント終了が決勝、勝手に消えました。勝手に消えね、一番でも盛り上がり、でも皆さんが盛り上がってくれてるならそれで OK です。私はなんとですね、なんとです、あ、なんとですね、もう7時26分、ジロリンさん抜き打ちって言っても私は自発神経が早いです。ありがとうございますなんと反射神経が早いみたいです。曲紹介しますかやっぱ曲紹介もなんかしてみましたけど、私はガーンって今はシャイトープさんかな、聴いてるのはの曲聴いてます。この前テレビつけたらたまたまお初めてお顔を見ました。この方が歌っているのねって、なんとね1週間、皆さんありがとうございました。1週間、皆さんどんな1週間でしたか母さん雨ありがとうございます。皆さんの1週間もぜひ教えてください。私のこの1週間はですね、1月1日からの1週間はとても濃い1週間だと思います。ムーンストアさんからありがとうございます。ただいまお帰り、帰り遅くなった、お疲れ様、お疲れ様です。そう、なんか10月できてない分より配信をすることができて嬉しかったのお気持ちと、長友さん今日はありがとうございます。そしてね、イベントに初めて参加するというゆうみさん、本当にさ、自分で挑戦するのがさあんまりねなかったから、こうやって自分がやりたいことにこう挑戦する機会ってあんまりたくさんないと思うので、それを経験させていただいたっていうのが一番大きいかな。あと自分のことをねたくさんこのショールームを通して、教えることが、教えるっていうか知ってもらえる機会かなと。うん、あ、30分だ、早い。そう、意気込みっていうのさ、たくさんちゃんと言っていなかったんだけどたくさん言えてたかわかんないし、ちゃんとできたかとかね、不安でしたけど、知ってもらえる機会だったので、それで よかったのかなと。なおともさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、おかえりなさいね、お疲れ様です。本当に皆さんの、いや今って感じなんですけど、そう、なんかでも伝えたんですけど、伝わってるかな、一応伝えたんですけど、そう、ありがとうございます。サナビアさん、あめありがとうございます。渡るさん、
ありがとうございます。思ってたよりトークが面白くないよ本当にただ人間なんです。面白くないんですけど嬉しいです、そう言ってくださって。あ、だるさん、だるま、ありがとうございます。レモンさん、じゅ、ありがとうございます。なおともさん、かわいい、ありがとうございます。ちょっと待ってよ、よかった。そう、なんで企画とかやったのかというと、モデルさんとかって自己プロデュースとかさ、自分のことを管理するとかさ、服とかもそうだけど、そういうのが個性と自己プロデュースということもさ大切だと思うので、それをちょっと見せるをちょっとお見せできるというか、そういうのでちょっと企画を考えてみたりしたので、それをちゃんと実行できていたのかなとかな。あと服、やっぱりモデルさんなのでお洋服センス良きじゃないとダメだと思うので、自分のお洋服を紹介するのも一つの、まあ紹介するところも大事だと思うので、紹介したりしてみましたね。モップさん、バラン、ありがとうございます。タカさん、クマ、ありがとうございます。ケンケンさん、ジュ、ありがとうございます。 HK さん、ダルバ、ありがとうございます。レモさん、クマ、ありがとうございます。そう、そんな感じでイベントはもう終わってしまうんですけど、今日で、そう意味が出たらいつ使う、おー、ありがとうございます。出たいんですね、とても。こんばんは、皆さん盛り上がってるということで、いい感じの締めにはなったのかなそうなの、ドボンとね11月の初めからちょっと並行して、このショールームちょっと忙しくさせちゃって申し訳なかったんですけど、イベントもあるので、私もイベントを頑張ります。ドボンも手を抜かず。シンクさん、花畑あなたはありがとうございます。ごめんね、チャーリーさん、結婚してパーン、ありがとうございます。新潟のひろきさん、ジュ、ありがとうございます。ナオトモさん、クマ、ありがとうございます、ね、そう、カスミめちゃめちゃ頑張ってるよね。そう、自分も頑張らないとと重いんですけど、まだちょっとだけじゃないので頑張りますので、皆さんにまたお力をか、お菓子、おか、力を借りてしまうんですけど、一緒に頑張りましょう。新潟のひろきさん、ジュ、ありがとうございます。ダンビさん、ペンライト白と水色、ありがとうございます。ジュロリンさん、ちゃんとできましたか、阪神圏勇気ですありがとうございます。そう、どうもポチポチ頑張ります、私も頑張ります。そう、みんな18期みんな結構頑張ってるし、頑張ろうという感じでねという感じで、モデルさんに夢をいつか叶えたいみんな頑張り上げます、叶えたい。しどうも、まあ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 、いろいろありますけどね。ヒデさん、ハト、ありがとうございます。カさん、星、ありがとうございます。いろいろ壁はありますけど、何回もぶつけて上を目指していきます。ごめんね、チャーリーさん、結婚して、ありがとうございます。マーさん、ジュ、ありがとうございます。まあまあまあ、とユーミンモデル体験ありがとう。ユーモンでモデル体験にもっとなれるように
お菓子食べ過ぎてるので気をつけ、今日ちょっと食べちゃったので気をつけます。岩井さん、まらありがとうございます。ゆみかけありがとう。ふみふみさん、じゅありがとうございます。今日さ、たけのこの里の中ミニバッグ、あ、きのこの里、きのこの里だっけ、山だっけの中ミニバッグみたいなちょっと食べちゃったの。もうそれが後悔、それを久しぶりに食べちゃったの、もうショックだから食べない。ごめんね、チャーリーさん、ハドありがとうございます。だからスタイル良くなりたい。食べな食べな、それだけ、食べな食べな、食べ過ぎたよ、ゆうみん食べ過ぎちゃった、やれ。そう、やっぱりスタイル良くないとね、モデルさんはスタイル良きなので、良きって言っちゃった、良い方ばかりなので、私もそれに感化されてスタイル良くなりたいと思います。ミニバッグなんです。いや少しでもね、高いからね。そうなの、食べたら消費すれば OK。 そう、ワイなら一箱受けて、またワイも行っちゃおうかな、じゃあそれに便乗して。あ、11028人の方が一緒に盛り上がってくださってます。イエーイ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 、ありがとうございます。なおたまさん、ファイトン、ありがとうございます。という感じで、ちょね、大好きさん、ペンライト水色白、ありがとうございます。イエーイ。ということでね、1週間本当に皆さん一緒に楽しんで、企画とか質問とかラジオで送ってくださったり、いっぱいコメントしてくださったり、応援も本当に本当にありがとうございます。トリッピー母さん、ありがとうございます。こちらこそありがとう、こちらこそです、いやこちらこそです。ハートをお届けありがとうございます。そうだから、もっとねモデルさんみたいになっちゃいたいんです。またラジオ企画はしますか。あ、不定期にやっていきたいですね、ラジオ企画。これをラジオちょっとハマっちゃい、もうちゃんと今度こそちゃんとイヤホンとかつけちゃうかな、ヘッドホンとかつけちゃうかな。いやいや、こちらこそです、いやこちらこそです。こちらこそです、こちらこそで返します。楽しみにしててください。そう、なんか答えたことない質問とかもね、答えてみたので、それもすごい楽しかった一つ。本当に家も楽しい一週間でしたね。ちょっとこちらこそこちらこそいっぱい重ねて、ミルフィーユにしちゃおうっていうぐらい重ねます。そう、でも家見の世界に皆さんを取り込んできました。ふくたんさん、欲しい、ありがとうございます。 M ちゃんさん、レタありがとうございます。そう、ミルフィーユにしちゃいます。M ちゃんさん、水色のペンライトありがとうございます。夢ビッチ知れたし、夢のことなんか一つでも皆さんが知っていただけたら、やって悔いはないと思います。こんばんは、こんばんは。あとこの期間で皆さん多分よく分かったのは、私の部屋が暑いことかな。とっても、なおともさん、水色のベンライトありがとうございます。マリさん、白色のベンライトありがとうございます。夢ワールドにめっちゃですか、ぜひもっと聞き込みであります、皆さんのこと。
永遠の魅力にたくさん気づけた、ありがとうございます。部屋の暑さがとても重要です。そう、本当に皆さんありがとうございます。扇風機さ、もうさ、扇風機さあってもあんまりさ変わらない気がするからさ、結局窓を開けるのが一番っていうことになった。そうだから、実質私の部屋in 沖縄って感じです。え、埼玉県が悪いわけじゃないんです、私の部屋が悪いです。そんなことはありますかね。あ、ばあちゃんお疲れ様、お疲れだった、お疲れありがとう。私なんか背筋伸ばしたらこんなになっちゃった。あげよう。そう、髪の毛長通用です。そう、見切れちゃった。え、もう時間がない、驚き。7時42分。皆さん最後の最後まで、19時59分までよろしくお願いします。いつの日かかなり切るね、いつの日か髪の毛染めちゃってここまでとかここまでとかなっちゃいます。お疲れ様と、ありがとう、シンクだ、ありがとうございます。じゃあ最後の最後にスクショタイムします。皆さんに幸せを分け与えるためにアイドルになったので、皆さんの幸せという言葉を聞いて私は幸せなので、幸せで溶けそうという絵文字を活用していきます。なんだって？ちょっと待ってて、動かない？幸せで溶けそうな時はぜひ私の好きなこの絵文字を使ってください。そう、前髪欲しいです。いや、いいや、ふわふわとか急に早口怖かった。そう、結構いつも通りですよ。最終日だね、夢見。前髪あるよ、前髪ここに欲しいです。みんな配信見てほっこりする、ありがとう、よかった、ありがとうございます。ちょっと一回ここに戻して、あ、ちょっとパーティーしてるのがバレちゃう。早口怖い？1週間ありがとうございました。もっと夢と夢叶えたい。ありがとう。もっといろんな夢を皆さんと叶えたいので、夢を叶えましょうね。ジロリンさん、ハート、ありがとうございます。字がうまい、習字を習っていました。ニコ、イベント期間楽しかったです、お疲れ様でした、ありがとうございます。スクショできました？
そう、皆さんの夢を叶えてることができました。他、水泳とかピアノとか体操とかそんな感じかな、習ってたの。ありがとうございます。私も素晴らしい1週間でした。そしてランキングの方を読まさせていただきます。まあさん、くま、ありがとうございます。ダンビさん、じゅ、ありがとうございます。早くない？でも早い？まあちょっとびっくりしゃべます。じゃダートシさん、ダルマ、ありがとうございます。こんばんは。ゆみみは泥時にロングヘアが舞い散るのが素敵、ありがとうございます。確かに嬉しい。くたへんたーてんたってージャパン MA ファン、ありがとうございます。メガボール福ちゃんさん、ありがとうございます。私ミラーボールにやっぱ反射神経がいいんです。任せてください。オノピーさん、欲しい。くま、遊びに来たよ、無言ちゃってありがとうございます。ダンビさん、ジュン、ありがとうございます。皆さんに助けられていたこの1週間がもう終わってしまいます。早い。なおともさん、くま、ありがとうございます。ジロリンさん、ありがとうございます。ミラボール、ありがとうございます。大好きな AKB にゆめみんがいることが嬉しくてたまりません。あ、嬉しい言葉をありがとうございます。本当に私も嬉しいでございます。ナオトマさん、かわいい、ありがとうございます。タカさん、ジュ、ありがとうございます。大輔さん、ありがとうございます。タカさん、くま、あありがとうございます。モップのマスケンさん、ミラボール、ありがとうございます。やっぱ反射神経がいいみたいです。溶けてる。12176の方じゃないんだろうね、方じゃなくなっちゃったのかな、の方が、まあ、盛り上がってくださるということで、あと10分しかないんですけど、ありがとうございます。盛り上がってくださって、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。楽しんでますか？
盛り上がり数をマスターしました。まーさん、くま、ありがとうございます。ね、1万人以上すごいですよ、びっくりに。盛り上がりの数らしいんですけど、何の盛り上がりなんだろうね。イエーイ不思議。皆さんありがとうございます。ネモさん、グーグー、ありがとうございます。皆さんが一緒に盛り上がってくれたこの1週間だからこそ頑張ることができました。本当に楽しむことが一番大事、ありがとうございます。モップのマスジェンさん、え、なんだこれは。お菓子パーティーみたいな、ありがとうございます。カラオケボックスのミラーボールにも話しそう。確かに。直友さん、いいね、ありがとうございます。わあ待って、めっちゃ反応しちゃうの、うおーってなっちゃう。なあラブさん、ありがとうございます。私ミラーボール反射神経が良くて、すぐ向かっちゃいます。光が入っちゃうありがとうございます。直友さん、白い音に水色のペンが、ありがとうございます。ミラーボールゆめみんです。チドリンさん、ハート、ありがとうございます。阿部さん、ハート、ありがとうございます。わっわってわって言っちゃった、わって言っちゃった、思わず。でんでんでん、ありがとうございます。直友さん、ありがとうございます。モップのマスキンさんも、みんなもありがとうございます。こんばんは。やば、え、これさ、59分になってからランキング読んでもいいんですかね。なかった、充電の機器乗り切った、よかった、よかったです。多分きっと大丈夫。念のために前に読んだ本が、一応ね、怖いので、うん、 AKB48 中級期に絶対受かって入りたいです。だって、うん、待ってまーす、待ってまーす。間に合かった、怖いよね。一応読んできます。大丈夫だと思う、うん大丈夫と思う、大丈夫と思う。じゃあ大丈夫かな。急に切れちゃったりしたら怖いけど、じゃあ58時になったら読み始めた、いきます。直友さん、トトイ、ありがとうございます。カノンさん、ありがとう、ありがとうございます。あ、カノンさんのところに溶けてる。マブメ取ったら送ってください。送れますね、まだちょっと遅れてないので。え、これ59分になった瞬間に読んだ方がいいよね。え、な、もう読んだ方がいいですか。でも読んなかったらさ、
ダメとかあるかな。ちょっと迷うかも。 AKB 以外で受けたオーディション過去にありますか。たくさんオーディション受けたけど、アイドル、ちゃんとアイドルっていうのは AKB が初めてでした。けあいさん、ハート、ありがとうございます。ちいかわさんがそういう顔するな、かわいい。うん、私もちいかわ好き。人に歴史ありそうね。まあ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 、だって17年も受けてるからね。ジロリンさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと3分です。なんと驚き。マシンガンさん、ハート、ありがとうございます。タカさん、かわいい、ありがとうございます。マシンガンさん、ハート。あれ、3位マシンガンさん、マシン、あマシンガンさん、ゲロー、帰る。ありがとうございます。マシンガンさん、この一週間たくさん遊びに来てくださって嬉しいです。また嬉しいです。いつもショール遊びに来てくださってありがとうございます。そして2位ふくちゃんさん、かっ、いとしなもん。ふくちゃん、いつも本当に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 ありがとうございます。ふくちゃんにラブを届け、毎日幸せ届けてくれた。いやいや、こちらこそなのです。本当にいつもこちらこそです。ありがとうございます。そして1位チャルダンテラーなーラブさん、ありがとうございます。なーラブさんは本当にいつも来てくださってありがとうございます。のお気持ちがたくさんでございます。この1週間本当に本当にありがとうございました。88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 
ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんも本当に1週間長いようで短い間、皆さんと一緒に楽しみつつイベントを頑張ることができました。皆さんも本当にお疲れ様です。本当にいつもありがとうございます。はち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 では私もゴールデンタイム今からドボンやっちゃいます。ゴールデンタイムになったら、うん、こちらこそも楽しい一週間でした。ありがとうございます。私もです。ちょっと切るのがちょっと寂しい気持ちなんですけど、そう、次はドボンたくさん出る方いっぱいです。明日公演です。よし、頑張ります頑張ることは当たり前に皆さんを幸せにします。イエイ。ドボンやるときは告知します。じゃじゃん最後の最後でちょっと情報量多くなっちゃったんですけども、ドボンは21時からやろうかな。皆さん本当にありがとうございました。ドボン、ちょっと切るのがね、この配信終わるのがちょっと悲しいんですけど、もう悲しい。ショールームやらないですか？やりたいですまたね、ありがとうね。ショールームいつやろうかな。でもね、今週ちょっと忙しめなので、今週はもうできるかどうかわかんないので、来週かな。でも来週もちょっとね、いっぱいある、やる、いっぱいやることたくさんなので、また時間を見つけてやらせていただきます。3時間経って調子やっと出てきたね。大正解ですやっぱナイトモードです。楽しかったです、ありがとう。
ありがとうございます。皆さんまた明日ね。握手会もあるので楽しみマックスです。皆さん待ってます。最後の最後で情報量本当に多くてすみません。本当にありがとうございました。悲しくて切れないけど、やることもあるので切ります。皆さんまた明日で、あ、どこでも待ってます。ドボンも頑張ります。